私たちもちょっと被災地支援に外部から来てくれる方のそのつなぎっていうか、じゃあどこの地区に入っていただいてしていただこうとかっていうのがあって、いろんな支援の手が入ってないところなんですね。そういうところをこうちょっと探して、そういうところに行っていただくような配慮して、そういう時に一緒に住民の方とお話をしながらご意見伺ったりしましたね。その時こう多かったとかって何かありますか？そんな大きいのが来るとは思っていなかったっていうのがすごく圧倒的に多いです。伝えるっていうか、意識っていうの場合にお話を聞いて理解して、で今度それを行動できるようになったらすごく簡潔なのかなと思うんですけど、やっぱりどういう対策すればいいのかとか、私たちの知る範囲で近所さんにお伝えしなきゃいけないなっていうのは深く感じました。先日岩沼さんでやったみたいな避難訓練にもっともっとこうみんな参加して、どんどんやっぱり体で何度もやって学ぶっていうことができていなかったなと思います。皆さんで家族会議をやってもらうきっかけにまず一つになってほしいと、応援確保を絶対やってくださいってお願いしたのを頭にかぶってほしいから、いざという時にズッキンとしてかぶれますよね。ここまで縛れるので髪全部覆えるし、ちょっとおしゃれにしたんですね。あ、ちょっとか持っても可愛いかなっていうふうな、やっぱ付加価値つけないと、ね、なかなか意識が広がっていかないなって思って、ちょっと幼児向けの絵本を考えてまして、コンセプトが怖がらせないけど、そういう災害の怖さみたいなのと、あと命の大切さなんか知ってもらいたいなと。それでちょっと減災教育できたらなと。